空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物はケージと呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女にはケージで成し遂げたいある目的があった。あなたが失ったのは言葉だけ。
しょ。今のあなたは多くのものを失っている。だからずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われているケージへの入り口よ。とても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。神など相手にしている暇は、この僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたい音。滅ぼすまで年に焼き尽くしは、これでまた花を潰せる。何への怒り、敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。
いな荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。
わりは黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること、そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。さて、これからのこと大体イメージできたかしら。よかった。じゃあこの調子で続けていきましょう。ママもサポートするから大船に乗ったつもりでね。するつもりだったけど、どうしても今開きたい？せっかちさんね。でも今はガチャしかさせてあげられないのよ。しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。それでもどうしてもどうしても開きたいっていうの？仕方がないわね。